はい、皆さんこんにちは、ペットでございます。サンクス3の80回目ですね、やっていきたいと思います。で、前回ですね、ここから円に攻めましたので、お留守番してたちょっと武将さんたちを巨匠の方に移動させたいと思います。集大さんですよね。長藤さんはまあお父さんのいる巨匠に行かせましょう。はい、もう武器全部持っていきましょうね。はい、であとは集大さんね、楽陽に移動ですね。あ、朝食さんも連れて行こう。長英さんとね。はい。で、松園さん。はい。はい、武良ですね。お、あー、そういうことか。来月ね、ちょっとまた。商業投資やりましょうか。あ、1ヶ月だけ土地開発やっちゃおう。2、3、4。はいはい、天水。まず1人移動ですね。褒美3と4 50ぐらいでいいでしょう。これで2人とも100ね。で、あとは何させようか。商業投資かな。全然発展がしてないので。はい、で、貫中ね、ここももう学信さんにお任せしてるところなんで、まあめんどくさくなればね、もうあの委任か、委任してもいいんですけどね。よいしょ。はい、で調査ね。なんでいつも一覧を見てるかというと、忠誠度が落ちてないかを確認するためなんですよね。はい、ということで、ああ、税率高っ。40でいいよ、全然。はい、これでちょっと来月ね、迎えましょうか。巨匠の人口が73万人なんですね。あ、蓮舫さん帰ってきた。バレちゃった。はい、武漢ね。あ、陳州さんも帰ってきた。あ、ソイさんも帰ってきた。多いなあ。あ、新職さんも帰ってきた。はい、いいよ。うわあ、金魚と会計。おお、しかも指導で疫病。あ、新葉に行きましたね。誰が行くかいなと。で、負けて捕らわれたら面白いけどね、そういうわけにはいかないね。援軍がさらにね、弱体化するだけなんですけどね。僕よ、陳竜で、翔から戻ってきましたね。ジョナムから戻ってきた。さあ、まず
秋なんでね、商業投資をねさせないといけませんね。3、4、5、他いないね。はい、もう600いっぺんに行きましょう。であとは還元さんとかもね兵力仕上がってくれましたね。天満さんはまだか。洋白さん、東流さん、あかんさんとか、王将さん先移動させましょう、忘れないうちに。効能ですね。はい、で確か古老館これで劉備軍の通ってないからか。そうね、もう主さんさんにお留守番させようと思ってますので、ここの国は。埋伏をどうするかやね。埋伏はまあいいんですけどね。であとは劉備さんたちを巨匠に移動させるかどうかっていうところなんですけど、還元さん、金銭さん、ハンさん、この3人を行かせましょうか。長宿さんに兵持たせてもいいんですけどね。まあちょっと半年はいるようにしましょうか。はい、なのでバカンさん、チョチョさんあたりに、バカンさん、チョチョさん、洋白さんか。洋白さん、馬漢さん、蝶々さんに見ていかせましょうか。はい、馬漢さんね。で、蝶々さん、で、あとは、埋伏ね。これを、まず、東流さん、21で、いいかな。ああしまった、ヨハンさん兵持ってたんだ。じゃあ長宿さんに預けよう。はい、で十国に長英さんでいいか。おい、まあこの3つぐらいでいいかな。
攻められた4国に、あ、チンリンさんが囚われたんですね。じゃあ寝返らせよう。チンリンさん、はい、著書さんぐらいで、はい、チンリンさん、あ、なるほど、あれですね、チンリンさん、軍師さんですね。ということで、チンリンさんを軍師にしましょう。27、担当軍師は変更しません。はい。で、褒美ね。領官さん。チンリンさんも100か。30ぐらい。はい。ソヒさんとか、ソヒさんと陳食さん遊んでるから、これを、うん、旧国に送ろうか。ソヒさん、はい、で霊峰さんで18国に、うん、信州さん、土地開発はどうしようかな。まあいいか。ないよね、多分。はい。で、巨匠ね。まあここはね、最終的には超人さんが超人さんに守ってもらおうかなと思ってます。で、五胡将軍を合流させるためには、ここですね、6万3000オールの、そうそうさん、こっちにいるんだ。そうか。ここが17800ね。加工園さんね。で、10国が、長領さんか。なるほどね。行はたくさんいるんだよね。まあ将軍ばっかり揃ってるから何ができるっちゅうわけでもないんですけど、お金あるんでね。少ないね、あの兵力。まああと特に趙雲さんとかに兵力を回したいね。で、ゴランさんと、ゴランさん、趙人さんもだいぶ兵減ってるね。ゴランさんと趙人さんの兵、趙飛さんと趙雲さんに分けて、そうですね、そんな感じでやりましょうか。ということで、歩兵をかけよう。
がいいかな、超運さん、いや超運さんはあれだから、まあ超運さんでいいか。はい、でまず超都さんに128で、オラン30、超人30にして、超飛さん5000で、超運さん4441、あ、超飛さん3000でいいや。で、超運さん5000にしとこう。で、あとはちょっともう混ぜていこうかなと思ってるんですね。まあ一旦ちょっと超人さんに戻しときましょうか。で、馬体さん、ライドウさん、両刀さん、前走30にして、前走さんも3000、両刀さん3000、あーそうだ、馬長さんも混ぜようか。で、馬長さん8000、ちょっと馬体さん一旦戻します。で、超人さん、あーと超ゼロにして、で、超人さん8000にしとこう。でもう混ぜちゃおっか。で、この18000を、張飛さん8000で、馬長さん8000にしよう。ああ、危ない危ない。張飛さんというときながら、張人さんに渡してたね、今。うん。で、あとの2807はもう、発数関連にしといて、で、これと混ぜよう。で、15607なんで、まず超人さん8000、まあいいか。で、オランさん、ライドさん3000ずついこうか。で、馬体さん1607、はい、これでどうでしたろうか。訓練度63まで下がったね。で、訓練ね。5、7、8、8、9ね。はい、誰かいるって言ってましたね。で、住民保護しよう、前走さんに3000、うん、で、上がりきらんかったね。両刀さんに1000、はい、これで遊んでんのは、馬長さんとかなんで、まあ置いときましょうか。はい、受春ね。はい、で、10旬の様子見て、ちょっと今回終わりにしましょうか。もうちょいやね、丹友さんと、両父さん、お父さんね。で、7月なんで、まず、文官さん人に、商業させましょうか。ね、では、そんな感じでね、来月ちょっとやっていきたいと思います。で、収録はここでちょっと終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。